メニューバーから編集、塗りつぶしを選択して、コンテンツに応じるを選択し、 OK をクリックじゃ。すると、どうじゃ、選択した部分が綺麗に削除できたな。お主たち、毎日勤勉に頑張っておるかの。ケンスクール公式 VTuber、ケンのちえりじゃ。今回は先日わしがとあるデザイン会社へ手伝いに行った時のエピソードを交えて、フォトショップの便利な機能を紹介するぞ。あっ、という間に写真から不要な人物や物を削除できてしまう機能じゃ。素早く削除できるだけでなく、とても精密に削除できてしまうのじゃ。フォトショップの進化は本当にすごいから、ぜひマスターするといいぞ。ここはケンデザイン会社。繁忙期ということで、チエリはデザイナーとしてお手伝いにやってきました。チエリさん、今いいかな。うむ、大丈夫なのじゃ。この写真を10枚加工してほしいのだけど、結構急ぎなんだけど、お願いできるかな。写真に赤丸がついている人物や動物、物を削除してほしいんだよね。ふむふむ、かしこまったのじゃ。急がせてごめんね、よろしく。部長！チエリさん、どうかした？写真10枚、加工終わったのじゃ。え？頼んでから10分くらいしか経ってないよ。本当に？本当なのじゃ。フォトショップの機能を使えば一瞬で削除することができるんじゃよ。そんな一瞬でできるんだね。ちえりさん、どうやったか教えてもらえる？もちろんじゃとも。今回の動画では3つの方法を紹介するぞ。加工したい写真に応じて適宜方法を変えていくことをおすすめするぞ。1つ目の方法は、塗りつぶし、コンテンツに応じるを使って削除するぞ。削除したい人や物を選択するのじゃ。今回は投げ縄ツールを使うのじゃが、どの選択ツールを使っても大丈夫じゃよ。削除したい箇所を選択できていれば問題ないのじゃ。メニューバーから編集、塗りつぶしを選択して、コンテンツに応じるを選択し、 OK をクリックじゃ。すると、どうじゃ、選択した部分が綺麗に削除できたな。あとは選択範囲を解除しておしまいじゃ。2つ目の方法は、パッチツールを使って削除したい部分を選択するぞ。選択したら、選択範囲をドラッグしながら左右に移動するのじゃ。ドラッグした範囲と選択した範囲を置き換えても、馴染みそうなところへドラッグするぞ。はい、選択した部分が綺麗に削除できたな。あとは選択範囲を解除しておしまいじゃ。3つ目の方法は、修復ブラシツールじゃ。修復ブラシツールは指定した場所をサンプルとして別の場所に貼り付けすることができるのじゃ。修復ブラシツールを選択して、コピー元を選択するぞ。レイヤーパネルから新規レイヤーを作成して、消したい部分をブラシでなぞるようにドラッグしていくと、どうじゃ、これを繰り返し行っていくと不要な部分を削除することができるぞ。おお、なるほど。加工する写真によって削除する方法を変えているんだね。そうなんじゃよ。2つ目に紹介したパッチツールなんかは、削除した猫の周りが草むらで馴染みやすい背景じゃったから、このツールを選んだのじゃ。改めてフォトショップの機能って優秀だね。バージョンが進化するにつれ便利な機能も増えているのじゃが、意外と知られていないのじゃよ。さまざまな情報をキャッチするために、常にアンテナを張り続けることが大切じゃな。どうじゃ、フォトショップは本当に優秀じゃろ。ケンスクールでは
初心者はもちろん、上級者まで満足できる講座をたくさん用意しておるぞ。また、ケンスクールで一番人気のウェブに特化したオンライン講座もあるのじゃよ。通学しなくとも、マンツーマンでの授業が自宅で受講できるので、ぜひチェックしてほしいのじゃ。さて、今日の動画はここまで。チャンネル登録と高評価もくれると嬉しいぞ。Twitter のフォローもよろしく頼むのじゃ。それじゃ、次の動画でまた会うのじゃ。